NHK 番組発掘プロジェクトは、テレビ放送開始から1980年代初めに、かけての NHK に保存されていない、テレビラジオ BS の番組を、番組関係者や視聴者に呼びかけて探し出して、アーカイブスに保存していくプロジェクトである。2013年4月1日立ち上げ。発掘された番組は、再放送、イベント上映、番組ライブラリーで公開されている。 テレビ黎明期から1981年3月頃までに使用されていた当時の放送用テープは当時1本100万円する輸入品の2インチテープで非常に高価なものだったため上書きして再利用せざるを得なかったその結果その当時の映像がほとんど残されていない番組の保存を体系的に始めたのは1981年度からと 曲側及びプロジェクト側は公表しているが、実際は81年以降の保存がないものもあり、総合テレビは1983年度まで、教育テレビは1990年頃まで、NHK クロニクルに残っていない番組が多い。そのため、実際は1984年4月1日以前の、総合テレビ、1980年代末までの、教育テレビ番組、 1993年以前の衛星放送番組1990年代までのラジオ音源を探している。発掘そのものは2003年頃から宮田明や友永翔さんなどから映像を借りて特番やアーカイブスサイトで紹介されていたが、積極的に募集するようになったのは2014年に同プロジェクトサイトを立ち上げてからである。 実際に発掘された番組が放送されたものは、いくつかあり。例えば、ビッグショーは1974年に放送された9代目、松本幸四郎出演会1975年9月7日、放送の石原雄二郎会で再放送されている。2017年12月1日、発掘プロジェクトのサイトをリニューアルし、発掘重点番組に保存率表示を追加した。 特に探している番組、主に1970年代の番組中心、リストにない未保存番組もすべて対象2014年以降た、前述した通り、プロジェクトを立ち上げたのが遅かったため以下のような問題が起こっている。ありがとうございます。